か田隆明らは、日本の書家。救命はつむ。血液型は AB 型。幼少期より、小福寺、旧古老子より、書の手ほどきを受け、学ぶ。昭和60年、道を在産フランシスコ日本国総領事館へ寄贈。平成元年九州銀行いじり支店にて個展を、開催。平成2年、室内一街島を、笹栗町大に知事へ奉納。 平成14年、かよ、太宰府天満宮に、献所。平成15年、かよ、宮地岳神社に奉納。平成17年、竜を、アルテーナボルゲーゼ宮殿に寄贈。平成18年、高尾、アルテーナボルゲーゼ宮殿に寄贈。平成18年、笑いを、日井協会に寄贈。昭和3年2月28日生まれ。鎌田米吉。 鎌田義よの三男として、福岡県福岡市博多区国書町に生まれる。幼少の頃より、正福寺の旧古老子より、書の手ほどきを受け、学ぶ。遠学寺にて、佐藤南方流の書伝、開伝の面状を受ける。旧古老子の書とその書作に見せられた、高市明は、それから書に没頭していく。寺に行っては、旧古老子の隣で筆を取り、 死の一挙手一投足に注視しながら、書の技術を得得していった。父が営む鎌田製作所の小農油作行きの部品製造会社を創業軍事工場で終戦まで働く。終戦後に鎌田製作所は廃業。数社の転職の後に九州松下電気協力工場である福松工業所の工場長に就任。十六歳で鎌田秀子と結婚し、 翌年に、息子高弘が誕生。福松工業所を退職して、蒲田コンプレッサーを個人事業で創業。オイルショックで仕事が減り、大変だった時期を工場長として乗り越え実績となった。自分の年齢と子供の年齢を考えると、定年の後の教育費などの負担を考えると、サラリーマンでは厳しくなると思い独立を模索。当時工場に、 コンプレッサがありそれが止まると、エアー工具などが使えなくなり、工場が止まる。支給のサービスを依頼するがすぐには来れないことが多く、困っていた、急ぎの時にコンプレッサを自分で修理、うまくいく、コンプレッサメーカーのサービス講習を受けて独立。退職届を出すと、九州松下電機の青沼専務から、厳しい景気の時期を乗り切って、これから休章は良くなる。なので一緒にやろう。 と留意される。しかし、本人の独立の意思が固いことがわかると、今まではビジネスとして話をしてきたけど、これからは友達として話をします。鎌田さん、独立しなさい。すぐに。そして、九州の関連にも営業に行って、私の名前もフルに使ってください。と応援してもらった。名前を使うことはしなかったが、九州の工場。 協力工場には様々に営業開拓をした、そして旧商のコンプレッサのメンテナンスをしているということが信用につながり、地元企業の工場のコンプレッサのメンテナンスや販売が進むようになる。バブル経済崩壊後、売り上げが徐々に厳しくなるタイミングで、息子高弘が入社。業績を上げるため、様々な販売事業に挑戦するもうまくいかず断念。 何か他社よりも優れているところに注力しないといけないと気づき、自社の強み弱みを分析。過去の販売で評価されていることが、コンプレッサドレンの分離除去の提案営業と、その分野の商品の販売だった。従来の空圧機器メーカーの商品を販売していたが、それでも現場には解決できていない水の問題がある、イコール解決されていないことに注力することを決めて、 それを解決する可能性のある商品を仕入れ開拓する良さそうな商品があったが実際に販売してみると性能が低くクレームになる商品を分解してみるとこれでは性能は出ないだろうと思われる構造だったのでそれを改良してクレーム対応する高きらが自分で作ってみたいと言い出すここから親子で自社開発がスタート施策を重ね コンプレッサの顧客でのテスト、改良を繰り返す。圧縮空気清浄機コメイコン15を開発、特許申請。その後、業績が伸びる。1989年有限会社へ、組織変更。1988年有限会社鎌立クナスへ、社名変更。1999年株式会社、鎌立クナスとして、組織変更。この間、 書に対する情熱を失っておらず、正月になると、取引先数社の年始の書、芸春などを依頼されるようになる。やがて毎年の年賀状に、自らの書を印刷して送るようになる。展覧会の開催や神社仏閣へ奉納、検証。九州銀行いじり支店にて個展を二度開催。木戸畜山に指示して入選果たすが、お手本通りに書かないと評価されないことが、納得できなくなり、 入選を果たしたのでやめる。以後は、画流に手書を追求する。独自の手法として、数種類の筆を独自のバランスで組み合わせて一つの筆として使うようになり、大きな一文字の書を多く書くようになる。書の記号を、高市明に変更。2005年鎌テクナスコモンの青木の紹介で、彫刻家、奥村信之に書を見てもらう機会を得る。高が事情を説明して、 書を書くように話をするが、なかなか筆が進まない。奥村の古典のパンフレットとその資料をアトリエで渡す。後でそれを読んで、これは並々ならぬ芸術家だと感じ、半端なものは見せれないと思う。竜、夢、風を書いて準備をする。書は専門家ではないので詳しくはわからないが、これはいいものです。素晴らしいです。と評価。 その評価で十分だったので、もしよかったら一点差し上げますのでお持ち帰りくださいと告げると、これは私がもらうよりもイタリアの貴族でボルゲーゼ家を言うところがあり、そこの本家の宮殿に寄贈しませんかとのこと。同年のクリスマスにボルゲーゼ家に竜を寄贈。翌年の2006年、高橋明と高博でイタリアボルゲーゼ宮殿で書の実演を行う。 奥村、在和地下日本大使夫妻、日教会会長夫妻等の参加。鉄工所の動力ベルトに服を巻き取られ、大けがをする。綺麗な花畑が現れ、神々しいお坊さんの顔が現れる。ありがたいと手を合わせると、そのお坊さんの顔が急に大きく近づいてきたら、目が覚めてて、大けがをしていた、母親が、死んでると言ったのが聞こえて、しんど、乱と答え。 生きていることが伝わる。この当時工場で雷雨の日に、鉄パイプを拾って、手にした瞬間に雷が落ちて、手元のパイプから青白い炎が出る。その後病院行くが、問題なし。太宰府市恋愛屋に家を建てる。他の場所に決めようとしたが、息子の高広が大反対をしたので他を探した。その中で、太宰府を見た時に、高広がここがいいと主張したので決定した。 独立と同時に住宅ローンを抱えてのスタートで大変だった。創業半年後にシャッターの支柱が倒れてきて頭に当たり入院。その後、従業員ゼロにし、妻がジムで参加。息子の高広が大学2年生の時に渡米。そのまま滞在して連絡が取れなかったため、探しにサンフランシスコ領事館にまで行き、息子との再会を果たす。しかし、 そのまま高広は米国にそのまましばらく滞在することになった。その後、お世話になったサンフランシスコ領事館の領事に道の正を寄を領事がとても気に入り、領事館に展示して、代々このエピソードとともに掲載続けるように指示。黒田藩の師範秋月藩ができるときに、福岡藩からついていったのが本家の先祖。幕末の鎌竹に、 吉田松陰寺筆の菊の墨絵が蔵にあり、山口の資料館で鑑定したところ、本物と判明。明治に変わると、曲げを、いつまでもしているのは古いと自らも曲げを落とした後、同僚が寝ている時に全員の曲げを落とした。桜田門外の変の目撃者、福岡判定が近い。地元メディアの記事、ありがとうございます。